はようございます、現在時刻はですね4時半です、梅雨の晴れ間、朝起きたらですね雨が降ってなかったので今日思い切って、出勤前なんですけれども、走ってトレーニングをしてそれから仕事に行きたいと思います。それで、今日はですね見てください。今日はタンクトップ、あんまりタンクトップは私持ってなかったので、1枚欲しいなと思ってですね、ワークマンさんにないかなと思って行って探してみたらですねありました。これです。ムーブアクティブスリーブレスシャツ、なんと金額580円です。超安いですよね。それで、この売りがですね、快適な走りをサポートするスリーブレスシャツということで、どんな、走りをサポートしてくれるのか、楽しみに練習していきたいというふうに思います。そして今日はですね、前回LSD についてお話をしましたけれども、今日はですね50代がやるインターバル走ということでお届けをしたいと思います。インターバル走というとね、スピードを上げてデックが走って、でその後少しゆっくり休んで、でまたガーッと走ってというこのスピードとスローダウンの繰り返しになりますので、それをやっていく、かなり激しい練習になりますので、週に1回、やればいいかなというね、そういう感じの激しいトレーニングです。それでは行っていきたいと思います。まずですね、いきなりスピードアップといってもダッシュから走るのは危険ですので、ゆっくりペース、キロ7分ぐらいのペースでいいと思いますけども、そのぐらいのペースでまず1キロアップですね。アップをしっかり行って1キロ地点のところからスピードアップをしていきたいというふうに思います。50代のインターバル走、私なりのインターバル走はですね、1キロ走って1キロ休んで、1キロ走って1キロ休んでという形のインターバル走をやってます。若い選手とかね、スピードランナーはこの休み時間をねもっと短くして、追い込んでると思いますけれども、50代ランナーはですね回復力が遅いので、あまり無理をしない、休憩時間を多くとって回復力をしっかり、自分なりの時間をとってですね、それで、インターバル行っていきたいと思います。はい、ここで1km に達しましたので、ここからスピードアップしていきたいと思います。タイムがだいたいキロ7分でしたので、ちょうどいいアップの時間だと思います。このぐらいのペースでね、途中の休憩時間、回復の時間もいきたいと思います。これでですね、ゆっくりと1キロもうジョッグでしっかりと回復させます。50代のねおっさんランナーはですねしっかりとこのインターバルを時間をしっかりと使って、それで回復しっかりとさせると、無理に追い込まない、このインターバルのね間も、最初からいきなり時間を縮めたり距離を縮めたりすることなく、ゆっくりと1キロじっくりと回復させて、それでもう1回ダッシュに突っ込むということで、
行きたいと思います。そんでね、やっぱりダッシュですので、やっぱりね、人気のいないところ、そして信号のないところですね、そういうコースをしっかりと選んでやってください。私の場合は定番のこのね、第二京阪速度になります。まだ朝の4時半なので、まあ、人がほとんど誰もいません。もちろん信号もありません。そういう状況の中で私は練習をしております。はい、ここからまた4キロまでダッシュで行きたいと思います。はい、このね、休憩時間の時にインターバルの時に大事なことはですね、呼吸を大きく深くやるということです。で、走り終わった後かなりゼーハゼーハゼーハしてますけども、そこを思い切ってこうという感じで大きく深く呼吸をして、酸素をいっぱいね、体内に取り入れて、それで回復力を早めましょう。そしたら次の、ダッシュのね、時にまた楽に走れますので、そんなことを注意してやっていきましょう。キロメートルに達しました。上げろ。時間31分40秒、現在のペース1キロメートルあたり7分14秒、6キロメートルに達しました。残り距離 3.99 キロメートル。6キロに達しました。今3本目のね、インターバル終わったところなんですけども、だんだんね、慣れてきます。最初のね、1回目2回目はですね、もう苦しくて、3回目か4回目ぐらいになってくると、呼吸もね、楽になってくるし、1キロ待たずしてだいぶ回復をしていきますので、時間を追うごとにもう走りながら回復していくという、そういう体になっていきますので、最初の方はね、だからあんまり飛ばさずにやるってことが大事ですね。いきなりトップで行くともうやめたい気持ちでいっぱいになっちゃうので、最初はね、最初の1回目2回目はちょっと抑え気味で入るといいと思います。だからね、この10キロに到達するにつれてスピードが徐々に徐々に上がってって、最後の5本目でトップに持っていくみたいな、そういうのがね、ベストです。7キロメートルに達しました。7キロ4本目いきます。大事なのはね、この腕振りです。しっかりと後ろに引く腕振りと、あと前傾、足でね、走ろうとしない、体を傾けて、この重心の移動でね、スピードを上げていきます。そうすると楽に走れますのでね。さあ、ラスト5本目に向けて最後のレストタイムです。最後の1本はですね、もうあとはありませんので、全力でどこまでいけるかね、頑張っていきたいと思います。9キロメートルに達しました。ラスト1本。時間
10キロインターバル走終了しました。ちょっと私的にはですね、久しぶりのインターバル走だったんで、かなりしんどいです。でもね、これをコンスタントに続けていけば、着実にね、記録も伸びていきます。スピードもアップします。ぜひ、練習に取り入れてください。でね、注意していただきたい点はね、一つ、これはね、ハードなトレーニングなんで、50代以上の人はですね、週1回に限定、これはね、守りましょう。ついついね、スピードアップしたいからといって、この練習をね、週の中にバンバン取り入れるのはね、ご法度です。なんでかっていうと、やっぱね、スピード練習はね、相当体に負荷がかかりますし、回復にね、相当時間かかりますから、その回復をね、待ってからまた次やると、スピードがアップ、記録が伸びていきます。超回復ね、超回復。なので、週1回にね、限定してこのインターバル走はやっていきましょう。その間は、まあ、週末 LSD とか、ジョグ走とかね、いう形で1週間の中で取り入れていただければというふうに思います。ということで、今日は50代のインターバル走をお届けいたしました。まあ、決して若いランナー、スピードランナーには全く参考にはならないと思いますけども、50代以上の方限定ということで、ご覧いただいて参考にしていただければ幸いです。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。